難しいな。30名販売記念だそうです。ピレリ P700。 で、丁寧にドア回ってくれる。ぽいな、もう完全にもうランボルギーニみたいですね。すごいわ。これスペアタイヤこっちですね。後ろこれ以上下がれないんだよね。で前はラジエーター張って履いてて、で後ろはエンジンだそうだね。でつまり荷物入れようと思ったらいい、荷物入れようと思ったらいい。荷物入れる場所ここしかないんだよ。で後ろはエンジンだそうなんだな、全部。すごいね。qua dietro va il motore, portapacchi qua, il motivo di scorta qua, hai il cambio e manuale, e poi abbiamo davanti qua la sezione con il radiatore.素晴らしいわ。ovviamente i sedili così più di così non vanno indietro。取りたくなる。ああ、これすごいわ。今こういう基本的にね、軽女の、まあ、軽油はほとんど売ってないんだよね。もうホンダさんの S660 ぐらいなんだな、こういうちょっと軽の。します。すごい、ね、面白い。あ、窓下がるのはここだけなんだ。なるほどね。あ、そっかそっか。当時は本当に難しかったと思います。面白い。窓開くのはここだけ。l'unico finestrino che si apre qua per pagare in autostrada. E quello che batte o lo so, questo è l'affare che si usa per la maniglia per chiudere le porte. すごい面白すぎなんだよね。いいもの見せてもらった今日。でついでに上には、トブロードスター、
この梅田にあるスカイビューにある、マツダのディーラーに、まあ一つの特徴としてはね、壁にロードスターパッと貼ってあるんだよね。エンジンとシートを外してるんだけれども、それでも400キロぐらいあるんだ。Ecco la caratteristica di questo concessionario Mazda qui, a Osaka, e qui c'è la Roadster volante che è appiccicata qua alla parete. Sono 400 kg e passa, senza motore e sedile.